おい、山下達郎、お前に伝えたいことがある。と言っても、ジャニーの件ではない。あれもひどかったけどな。でも正直あれは予想できた。音楽を取ったら何も残らないような人間だからな。だからこそ音楽に対してはもっと真摯な男だと思ってたよ。買いかぶりだったようだ。この記事からもう1年近く経つ。契約的な問題が非常に不合理だ。まあ実際ひどい契約がたくさんあるであろうことは容易に想像はできるよ。音楽業界もろくでもないやつが多いからな。でもそんなこと知ったこっちゃねえし、知る必要もねえんだよ。そういう過去の不条理な風習は淘汰される時代にすでに入ってるんだよ。ジャニーも吉本芸人も宝塚もそういう流れで見ればわかりやすい。っていうか、世界的大スターがもう行動を起こしてるだろうが、テイラー・スウィフトは過去のアルバムの原版権を取り戻すためにすでに4枚のアルバムを再録音してるんだよ。洋楽通のお前が知らないわけないよな。知ってるにもかかわらず、未だに契約問題を言い訳に何の行動も起こしてないわけだよな。これはファンに対する冒涜じゃないのか、冒涜ではないって胸張って言えるのか。テイラーみたいに再録音に金をかける必要はねえんだ。プライベートスタジオでいい。むしろそっちの方がいい。ニューヨークのスタジオミュージシャンとかもういらない。過去の名曲たちをプライベートスタジオで再録音して、そのフレッシュな音源をサブスクでファンに届けるんだ。アレンジが変わったって構わない。ファンは大喜びだし、そのアクションが他のアーティストへの指針にもなる。マライア・キャリーのクリスマスソング、お前も知ってるだろう。この曲はサブスクの影響で毎年クリスマスシーズンにあらゆるヒットチャートで1位を総なめするようになった。1994年にリリースされて以降、毎年平均300万ドル稼いでいるそうだが、2021年この曲の収益は6000万ドルだったそうだ。お前にも日本最強のホリデーソングがあるよな。クリスマスイブ。サブスク解禁してれば今頃この曲も12月はヒットチャート常連だったかもな。いや、これはお前が大金を稼ぎ損ねてるっていう話をしたいわけじゃない。正しい行いをすればきっとたくさんの良いことにつながるだろうっていう話だ。改めて言う、山下達郎、契約のしがらみを葬れ。プライベートスタジオで名曲たちを再録音して、ちゃんと権利を手放さずにサブスクでリリースしてくれ。すでに盤節を汚しまくってるが、まだ大逆転は可能だ。2024年のクリスマス、Spotify でクリスマスイブの新バージョンが聴けるのを心待ちにしている。